はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アンチのみです。さあ本日なんですが、テックジーナステッキをね組んできたんでやっていきましょう。テックジーナスっていう、まあ、デッキなんですが、アンチノミーさんのね、あの 5Ds のキャラクターの、アンチノミーさんが使うテーマなんですけれども、あのね、OCG の方でもなんかほぼ遜色ないカードプールがテックジーナスの方は用意されてまして、あのね結構ですね、このハルバードキャノンくんですね、はい、これがね出せるんですよ。この最強モンスターね、最強レベル12、デルタアクセルシンクロモンスター、シンクロモンスターのチューナープラスチューナー以外のシンクロモンスター2体以上っていうのがもう爆発的な難しい条件で、あの出せるレベル12のシンクロモンスターで、このカードはシンクロ召喚でしか特殊召喚できないと。一旦に一度自分または相手がモンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚する際、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、それを無効にしてそのモンスターを破壊すると。いや召喚、特殊召喚、チェーン色のやつね、あれをクローズサモンつって無効にすることができると。さらにこのカードがフィールドから墓地に置かれた時に自分の墓地のテックジーナスモンスターを特殊召喚できるよっていう効果も持っているということで、はっきり言って弱いです。はっきり言って弱いんですけど、やっぱかっこいいんでハルバードキャノン使いたいんですよね。僕ちなみにあの 5Ds ではあのアンチノミーが一番好きなキャラクターなんで、まああのこのデッキ組んでるんですけど、どうやって動かしていくかっていうとですね、あのねもう本当にね素晴らしいモンスターがいてね、テックジーナスにはこのテックジーナストライデントランチャーっていう、お手軽にこいつを出せると結構ね簡単にハリバード いけるんですよね。でしかもそれがハリファイバーを出せるハンドだったら結構いけるんで、これ実は実質ハリファイバーが出せるハンドプラスなんか手札に、テックジーナスが1体いるハンドであればもう大体ハリバードいけます。まあ、ちょっとルートをね、解説していくんですけど、動かし方ね、まあ、とりあえずハリファイバーを出しましょう。まずは何でもいいです、ハリファイバー出すんだったら、まあ、サイキックリフレクターでもいいし、まあ、例えばこれチューナープラスチューナー以外のモンスター、チューナー含むモンスターか、チューナー含むモンスターだったらいいんで、例えばあのタンクラーバとブースターラプトルとかでもいいし、まあ、ギアゾンビとブースターラプトルとかでもいいし、化石調査からね、ミスラサウルス持ってきて、ミスラサウルスでジュラックアウロとか出してきて、ジュラックアウロとブースターラプトルみたいな感じでもいいし、何でもいいです、ハリファイバー出せるんだったら。でハリファイバーを立てますよと。でハリファイバーの効果で、リンク召喚成功時にデッキから、タンクラーバー、まあ、タンクラーバーですね基本的には、はい、タンクラーバーを持ってくる。でタンクラーバーとハリファイバーでトライデントランチャーを出すと。でこのトライデントランチャー君の効果がリンク召喚に成功した場合、手札デッキ墓地から1体ずつテックジーナスモンスターをリンク先に特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんですよ。ちなみにこの効果の発動後、タンシロジまで自分はテックジーナスモンスターしか特殊召喚できないっていう非常に重い縛りはつきます。ただしこのモンスターを立てられるんだったら、モンスターが3体もパパパンってリンク先に出せると。でこれで出してくるモンスターが何かっていうと、まあ手札によるんだけど、基本的にはスクリューサーペンとタンクラーバーブースターラプトルっていうこの組み合わせですね、はい。まあ、このブースターラプトルはドリルフィッシュでもいいです、はい。でテックジーナススクリューサーペントと、タンクラーバーと、まあ、ブースターラプトルのこの3体が場に揃えばもうねハルバードキャノンいけます。5-5-2ができるんで、スクリューサーペントと、まあ、タンクラーバーで、これじゃテックジーナスモンスターをシンクロ召喚する場合、チューナー以外のモンスターとして扱うこともできるっていう効果あるんで、タンクラーバーとテックジーナスで、スターガーディアン出すと。で、スターガーディアン効果でスクリューサーペント回収して墓地からね。でタンクラーバーでシンクロ召喚にテックジーナスのシンクロモンスターのシンクロサーになるとトークンが出るよっていう効果あるんで、これでトークン出しといて、で、スターガーディアンの効果で回収したスクリューサーペント出して、でスクリューサーペント効果でもう一回タンクラーバー蘇生して、で、ブースターラプトルとテックジーナススクリューサーペントかなんかで、ハイバーライブラリアンかなんか出して、まあ、ハイバーライブラリアンじゃなくても別にグラディエーターでも別にいいんだけど、まあ、一応1枚ドローできるんでハイバーライブラリアン出して、で、トークンとタンクラーバーで、まあ、レシプロドラゴンフライ出すと。これでも 5-5-2 です、はい。これが鉄板ですね、これが鉄板のコンボになってますね、ルート的には、はい。で、5-5 で1回ね、なんだっけ、こっちシューティングスタードラゴンテックジナスエクスパンションっていう最強の絆モンスター、これをね、これを出して、レシプロドラゴンフライで分解しておくと、まあ、ハルバードがやられた後にこのシューティングスタードラゴンテックジナス エクスパンションが蘇ってきたりできますし、まあ、別にブレードガンナーでもいいんで、ブレードガンナー出したい人はブレードガンナーでもいいです、はい。そんな感じルートはね。で、このデッキ、まあ、こんな感じのルートで動かしていくんですけど、まあ誘発きついんですよ、まあ誘発きつい。しかも先行で
ハルバード立たなかったらマジでゴミみたいな展開しかできないんで、なんで、ね、破壊穴と抹殺で相手の誘発は全部、処理ます例えば、まあ、ウララとかゾウジーとかもこの辺はもう抹殺で処理ましょう。まあ、破壊穴でもいいですけど、抹殺か破壊穴で処理ましょう。でニビルも破壊穴、抹殺で処理ましょう。この辺で展開を邪魔してくるカードを全て抹殺して、で自分の展開を通していくという、まあ、ここまでやっても正直弱いですけどね、盤面は本当に本当に弱いですよね。で、まあ、今回サイキックリフレクターが入ってますんで、バスターモードがサーチできるっていうことで、バスターができるわけですよ。はい。これが真のですね。ハルバードキャノンスラッシュバスター。これハルバードキャノンをね、リリースすると、デッキから出してくれるっていう。引いたら知らん。このモンスター引いたら知らん。で、サイキックリフレクター入ってるんで、スターダストドラゴンも出せますし、スターダストドラゴンスラッシュバスターも出せますんで、まあ、最悪ね、まあ、ちょっと展開的にテクジナストライデントランチャー、繋がんないっていう時でも、要は手札に、ね、テクジナスがないっていう時でも、リフレクターからスターダスト出しておいて、スターダストをスラッシュバスターにして、スターダスラッシュバスターを出しておけば、まあ強いですね。はい。これは魔法トラップモンスターの効果無効にできるんで、一旦に一度ね。はい。これがめっちゃ強いんで、まあ、サブブランとしてこれも入ってるみたいな感じのデッキに、なっております。あ、もちろんライトニングストームも抹殺で処理ます。まあ、全てのカードを抹殺に頼っているっていう感じなんですけどね。はい。で、動かし方は、対戦を見ていただければ分かると思うんで、まあ、そっち見ていただいて、デッキレシピの詳細は、デッキコピーの URL を貼ってあるんで、あの概要欄に、そこから見ていただければと思うんで、早速ね、デュエルやっていきましょう。限界を打ち破り境地、見せていくぞ、デュエル、スタンバイ。見せてやろう、限界を打ち破り境地、トップクリアマインドの境地をな。僕は手札よりマジックカード化石調査を発動。化石調査の効果により恐竜族モンスター1体を手札に加えることができる。そして僕は手札より幻想のミスラサウルスの効果を発動。テックジーナス幻想のミスラサウルスは墓地から除外することにより除外した数だけのレベルを持つ恐竜族モンスター1体をデッキから特殊召喚することができる。現れろ、テックジーナスブースターラプトル。テックジーナスブースターラプトルはレベル1の恐竜族よってミスラサウルスから特殊召喚をすることができる。そして僕はテックジーナスタンクラーバーを攻撃表示で召喚。テックジーナスブースターラプトルにテックジーナスタンクラーバーをチューニング、シンクロ召喚。現れよテックジーナスクリストロンパリファイバー。パリファイバーがシンクロ召喚に成功した場合、クリストロンパリファイバーの効果を発動。クリストロンハリファイバーの効果によりデッキからチューナーモンスター一体を特殊召喚することができる。これによってデックジーナスギアゾンビを特殊召喚していこう。そして僕はデックジーナスクリストロンハリファイバーにデックジーナスギアゾンビをチューニング、リミッター解放、レベルなんだこれ、レベルなし、リミッター解放レベルなし、テックジーナストライデントランチャー、トライデントランチャーのリンク召喚成功時、シンクロ召喚成功時効果発動。テックだからテックジーナススクルーサーペントを特殊召喚し、そしてデッキからテックジーナスモンスター何でもいいのこれ、テックジーナスブースターラプトルを特殊召喚。そして墓地よりテックジーナスタンクラバーを特殊召喚。そしてリミッター解放レベル5、レンジ修正ナビゲーションオールクリア、ゴー新規の召喚、カモンテクジーナススターガーディアン、行くぞ優勢。テクジーナススターガーディアンの新規の召喚成功し効果発動。墓地のテクジーナスモンスター一体を手札に開始することができる。さらにテクジーナスタンクラーバーはテクジーナスモンスターの新規素材として墓地を送られた場合、テクジーナスタンクラーバートークンを一体フィールド上に攻撃表示で特殊召喚することができる。現れよテクジーナスタンクラーバートークン。そしてテクジーナススターガーディアンの効果によりテクシーナスクルーサーペントは手札に舞い戻る。そしてテクシーナススターガーディアンのモンスター効果発動。手札からテクシーナスモンスター一体を特殊召喚することができる。テクシーナススクルーサーペントのモンスター効果発動。テクシーナススクルーサーペントは墓地のテクシーナスモンスター一体を特殊召喚することができる。現れを再びテクシーナスタンクラーバー。そしてテクシーナスブースターラプトルにレベル4のテクシーナススクルーサーペントをチューニング、リミッター解放レベル5、レギュレーターオープン、サラサーオープン、オーケーアップリンクオールクリア、ゴーシンクロ召喚
カモンテクシラスハイパーライブラリアン。そしてレベル1のタンクラーバー投稿にレベル1のタンクラーバーをチューニング、リミット解放レベル2、レギュレーターオープン、ナビゲーションオールクリア、ゴー新機能召喚カモンテクシラスレシプロドラゴンフライ。そして僕はテクシラスハイパーライブラリアンの効果でワンドロー、あーそれ後からか、今後からじゃなくて先に欲しかったな、まあいいや。僕はテクシラスハイパーライブラリアンにレベル5のテクシラスターガーディアンをチューニング、集い意識綱が仲間の魂と重なり合う、照らし出せ俺たちの未来のその先をアクセルシックロー、これが俺たちの新たな絆だ、カモンシューティングスタードラゴンテクシラスエクスパンション。さらにテックシュラスレシプロドラゴンフライの効果発動、シューティングスタードラゴンテックシュラスエクスパンションの素材に使ったシンクロモンスター一組を墓地より再び特殊召喚。行くぞ優勢、これが限界を打ち破る境地、トップクリアマインド。僕は貪欲な壺を発動、墓地で存在するモンスターを5体デッキに戻すことによりカードをデッキから2枚ドローすることができる。これによりあのバスターモードを引くのだけ本当やめてね、バスターモードじゃねえや、スラッシュバスター、ちょバスターモード引こう、バスターモード引こう、バスターモード、バスターモード引こう、カモン神ゲー神ゲーすぎた。リミッター解放レベルマックス、レギュラーターオープン、オールクリア。無限の力よ時空を突き破り未知なる世界を開け、ゴーデルタアクセル、カモン、テクシナス、アルバードキャノン。そして僕は謎のカードを1枚セット。これでターンを終了だ。これが限界を打ち破る境地。トップクリアマインドだ優勢。来い優勢。お前の実力を見せてみろ。君の限界を。気候優勢じゃない、君はプラシド、君はプラシド、この破壊されるとなんか出てくる気候で出てくるとかいう効果あるから、これ破壊しちゃダメだろ俺、これ気候数インフィニティ以降は破壊しない。僕はテックチューナスハルバードキャノンの効果は発動しない。それは何ですか、あ持ってくるやつですね、持ってくるやつは別にいいですよ、持ってくるのはいい、サーチは許してやろう。どうした、恐れているのかこの私が、怖いのかこのアルバードキャノンか。このモンスターは一旦一度相手が召喚特殊召喚したモンスターの召喚特殊召喚を無効にし破壊することができる。さらに伏せてやるのはバスターモード。何バカな、そのモンスターは新キロ次元を襲った脅威のモンスター、気候数インフィニティ以降破壊、何これはまずい、気候帝がめちゃ出てくるかもしれないこれは効果による特殊召喚だからハルバードキャノンでは止められない。ここで増殖する G の効果を発動、テクチナス増殖する G の効果により相手が特殊召喚に成功した場合カードを1枚ドローすることができる。さあこれによりインフィニティコアの効果によってデッキから気候帝を特殊召喚することができるようだな。気候帝はアイゼルインフィニティは特殊召喚、なるほどいいだろう。それはモンスターの効果による特殊召喚のためハルバードキャノンで無効にはできない。ちなみにトライデントランチャーの効果によりハルバードキャノンを対象に取ることはできない。つまりインフィニティでハルバードキャノンを吸うことはできない。メインフェーズ終了前、まずい、これは非常にまずいな。トライデントランチャーをぶん殴られるとその後に吸収されてしまう、まずいまずいトライデントランチャーは普通にシンプルに戦闘では破壊される。これによって相手は効果を発動することができるようになってしまった。ワイタルインフィニティの効果、バカめ、バスターモード発動、バスターモードの効果によりテックシナスハルバードキャノンを墓地の送り、現れよテックシナスハルバードキャノンスラッシュバスター、うおーコーリンかっけー、うるせえ黙れ、タイミング長さ黙れ。さあどうする、この4500打点、特殊召喚反転召喚召喚を全て無効にし無効にしたモンスターを全て除外するという最強効果を持っている。はあ、ちょっと怖いな、伏せは伏せは怖いと、優勢じゃない、プラシドプラスラッシュシドさん、貪欲な壺か、貪欲な壺なんか起きるかこれ使ったら、
これもう一回遊べるの。もう一回遊ぼ。貪欲な壺の効果を発動。貪欲な壺の効果により僕はポーチで存在するテクシなスライデントランチャーとかいろいろいろんなモンスターをデッキで戻すことによってもう一回遊ぶことができる。もう一回遊べるドン。もう一回遊べるドンの効果により墓地のモンスターを5体デッキに戻しカードを2枚ドローさせてもらう。どうする？無効にするかい？無効にしてもいいぞ。無効にはしない。なるほど。緊急テレポートはね、効果を通したかったんですけど、緊急テレポートは使えそうにないですね。ドリルフィッシュは強い。ドリルフィッシュは強いぞ。ドリルフィッシュは強い。ただこれ割と反応強いな。これどうしようかな。これもう一回遊ぼうから。もう一回ちょっと待って、いろいろ選択肢あってむずいな。これもう一回遊ぶか。サイキックリフレクター、これもう一回遊ぶか。サイキックリフレクターを攻撃表示で召喚していくぜ。サイキックリフレクターのモンスター効果発動。テクチナンスサイキックリフレクターは召喚に成功した場合デッキからバスター、あーこれ待って、これタイミング逃すんじゃね。チェーン2なんだけど、これこれチェーン2だけど大丈夫これ。待って、チェーン2で破壊されたよ。チェーン2で破壊された。うわふざけんなよ、ふざけんなマジで。クソモンスターがよ、クソモンスターがよ、何がタイミングを逃しましたら。ふざけんなマジで、クソモンスターが。いや取り乱してしまったようだな。ただまだ遊べるぞ。まだ僕は遊べる。まだ僕は遊べる。幻想のミスラサウルスの効果を発動。幻想のミスラサウルスの効果により、これ幻想のミスラサウルス使っておくか。これでも緊急テレポートが別にいらないが使わなくてもいいのか。別に緊急テレポートの効果を発動。緊急テレポートの効果によりデッキからサイキックリフレクターを特殊召喚。サイキックリフレクターのモンスター効果は発動しないが、サイキックリフレクターの第2の効果は発動することができる。サイキックリフレクターの第2の効果発動。バスターモードを見せて墓地よりバスタービーストレベルを上げて特殊召喚。これは何でもいい、正直正直何でもいい。なんでかってテックジナスハルファイバーがいるからさこれもう一回遊びに行くしかないでしょ。これもう一回やり直すしかねえ。新規の召喚カモン、テックジナスハリクリストロンハリファイバー。テックジーナスクリストロンハリファイバーは新機能召喚に成功した場合デッキからチューナーモンスター1体を特殊召喚することができる。これによりテックジーナスタンクラーバーを特殊召喚。タンクラーバーを特殊召喚していく。そして僕はレベル2のクリストロンハリファイバーにレベル1のタンクラーバーをチューニング。新機能召喚リミッター解放レベル3テックジーナストライデントランチャー。トライデントランチャーが新機能召喚に成功した場合の効果発動。僕は手札よりテックジーナスタンクラーバー、さらにデッキよりテックジーナスブースターラプトル、さらに墓地よりテックジーナススクリューサーペントを特殊召喚。キャンセル。そして僕はテックジーナススターガーディアンを再び新規の召喚していく。リミッター解放レベル5連中性オールクリアゴー。新規の召喚カモン、テックジーナススターガーディアン。そしてスターガーディアンのモンスター効果発動。さらにその効果に遅延しタンクラーバーの効果も発動していく。対象を落とするのはもちろんテックジーナススクリューサーペント。完全に再放送をお送りしているな。完全に再放送だ視聴者。いやそのさっき見たーっていうその展開さっき見たーっていうねテックジナススクリューサーペントを特殊召喚。スクリューサーペントの特殊召喚成功時効果発動。テックジナススクリューサーペントは墓地よりテックジナスタンクラバーを特殊召喚することができる。そしてレベル1のテックジナスブースターラプトルにレベル4のテックジナススクリューサーペントをチューニング。リミッター解放レベル5。ナビゲーションがどうのこうの、ブースターがどうのこうの、インクルネーションがどうのこうの、グランドサポートがどうのこうの、シンクロ召喚ハイパーライブラリアン。そしてレベル1のタンクラーバートークンにレベル1のテックジーナスタンクラーバーをチューニング。シンクロ召喚カモン、テックジーナスフレッシュプロドラゴンフライ。とりあえず一旦投げるか。カード1枚どうしよう。はい、
タン殴る。ドレルフィッシュ出してぶん殴っても打点1000しか、1000じゃない、100しか上がんねえしな。これそのまま殴るか。バトル行け、テックジュナス、スターガーディアンとレシプロドラゴンフライ、さらにテックジュナス、トライデントランチャー、さらにハイパーライブラリアン、すべてのモンスターで攻撃。ちなみにテックジーナス、トライデントランチャーの効果を使ったターン、僕はテックジーナスモンスターしか特殊召喚できない。つまり今出せるモンスターは実質いない。ただ相手ターンになった瞬間何が起こるかな。あ、ちなみに一応除去されようとしたら、テックジーナスシューティングスタードラゴン、テックジーナスエクスパンションが墓地から蘇ることもできるし、今なんとフィールド上にはレベル5、5、2、3体のモンスターがアクセルシンクロをすることができる。死者蘇生やばい。ちょっと待って、死者蘇生、おいやめろ、俺のシューティングスタードラゴンテックジナスエクスパンションを、貴様は人のモンスターパクることしか能がないのか。このモンスターなんかできんのか、こいつなんかやばいか。いや別にでもフィールドの対象とするとかいう対象とすることはないしな、これはスルーでいいんじゃねえか。ちょっと一回スルーするしかねえ。くそー、俺たちの絆を、よくもよくも僕たちの絆を踏みにじってくれたな。絶対に許さない、僕は君を絶対に許さない、僕は君が泣くまで殴るのをやめない。キャラちげえ、動くまで待とう。超電磁タートル、強そうなモンスターが召喚されたな。そいつは墓地から除外するとバトルフェーズを強制終了するという効果を持っている。気候喪失、何気候喪失の効果により超電磁タートルを破壊し何らかのモンスターを特殊召喚しようというのか。何？ただし何回も言ってるようにテックチナストライデントランチャーのリンク先に存在するテックチナスモンスターは効果の対象にすることはできない。つまりお前のインフィニティで吸うことはできない。さあバトルフェーズに入るか、来るかプラシド、僕の最強モンスターを君にお見舞いして差し上げよう。うわあ来た、やばい、トリスケリアか、トリスケリアだ、まずい。ただあのモンスターは別にでも殴るだけだもんな、あれは、あれは殴るだけや、あれはなんかエクストラデッキのシンクロモンスターを吸収して殴るだけっていう効果だからまだギリ大丈夫。ちなみに今インフィニティしか殴れない。制約によりインフィニティしか殴ることはできない。何？クショーかなと、トロイミアフェニックス、何？あ、これで殴ろうとしてるのか、もしかしてトリスケリアで。なるほど、大丈夫か、僕のシンクロモンスターは吸収できなかったためメインフェーズ終了前、僕はテクシナスターガーディアンの効果発動。集いし星が一つになるとき、新たな絆が未来を照らす、光さすミッションあれ、リミットオーバー、アクセルシンクロ、進化の光、シューティングクエーサードラゴン。シューティングクエーサードラゴンは一旦に一度相手の攻撃を無効にすることができる。来い来い飛行、来いプラシド、貴様の息の根は止めてやる。メイン2、なるほど、攻撃は躊躇したか、シューティングクエーサードラゴンの効果をケアしたようだな。ふん、ドリルフィッシュ強くれ、ドリルフィッシュで相手しょればいいんじゃねえか。何ができるんだこれ、何もできないか、いやアクセスコール動画とかできるけど、でもドリルフィッシュ殴った方がかっこいいだろこれ。ドリルフィッシュを攻撃強制召喚、そしてミスラサウルスもどうでもいい。これで僕はバトルフェーズに移行する。バトルテクシュナスドリルフィッシュでダイレクトアタック、超電磁タートルの効果、シューティングクエーサードラゴンの効果で無効、貴様のモンスター効果を一度無効にし破壊することができる。そしてドリルフィッシュのダイレクトアタック、ダメージを与えた場合相手フィールド上のモンスター一体を破壊することができる。気合せろ飛行神竜トルスケリア、そしてシューティングクエーサードラゴンの攻撃。このモンスターは一度のバトルフェーズ中にチューナー以外のモンスターの進行祭としたチューナー以外のモンスターの数まで攻撃権を増やすことができる。シューティングクエーサードラゴンの攻撃、天地創造撃、ザクリエーションバースト、見てるかユース、ユース僕も到達したようだ、君の言う新たな境地というやつにな。
見せてやろう。シンクロ召喚は終着点ではなく、ただの通過点に過ぎないということを。僕のターン。僕はテクタより、これハンド強そうだな。化石調査を発動。化石調査の効果によりブースターラプトルを手札に加えさせてもらう。そしてさらにミスラサウルスの効果発動。ミスラサウルスの効果によって幻想のミスラサウルスを除外し、レベル1の恐竜族モンスターテックジーナスジュラックアウロを特殊召喚。そしてブースターラプトルを特殊召喚。レベル1のブースターラプトルにレベル1のテックジーナスジュラックアウロをチューニング。シンクロ召喚カモン。レベルなしテックジーナスクリストロンハリファイバー。クリストロンハリファイバーがシンクロ召喚に成功した場合効果発動。デッキよりテクシーナスチューナー一体を特殊召喚。テクシーナスタンクラバー。そして僕はレベル2のレベルなしのクリストロンハリファイバーにレベル1のテクシーナスタンクラバーをチューニング。リミッター解放レベルなしシンクロ召喚カモン。テクシーナストライデントランチャー。トライデントランチャーがシンクロ召喚に成功した場合の効果発動。テクシーナスブースターラプトルを、ブースターラプトルを特殊召喚。そして、デッキより、ブースターラプトル以外のテックジーナスモンスター、スクリューサーペントを特殊召喚。さらに、墓地より、テックジーナス、タンクラバーを特殊召喚。これで準備は整った。見せてやろう。これが限界を打ち破る境地。僕は、レベル1のタンクラバーに、レベル4のテックジーナススクリューサーペントをチューニング。テックジーナスタンクラバーは、テックジラスモンスターをシンクロ召喚する場合チューナー以外として扱うこともできる。そしてテックジラスターガーディアンの効果発動。テックジラスターガーディアンはもちろんテックジラスモンスター一体を手札に加えるという効果。そしてタンクラバーは遠くを出すという効果。これによってモンスターがめっちゃ増える盤面にな。そして僕はテックジラスターガーディアンのモンスター効果発動。スターガーディアンのモンスター効果により手札に存在するテックジュナスクリューサーペントを特殊召喚。そしてスクリューサーペントの効果発動。スクリューサーペントの効果によりテックジュナスタンクラバーを墓地より特殊召喚。そしてレベル1のテックジュナスブースターラプトルレベル4のテックジュナスクリューサーペントをチューニング。リミッター解放レベル5。なんかクラスターウォームアップがどうのこうの。シンクロ召喚ハイパーライブラリアン。そしてレベル1のタンクラーバートークンにレベル1のタンクラーバーをチューニング。ミッター解放レベル2レギュレーターオープンオールクリア。ゴー新規の召喚カモンテックシュナスレスプロドラゴンフライ。貪欲なツボ、なるほど貪欲なツボいいね。これバスターモード引きてえなマジで。バスの引いたらマジ神木なんだけど。これねテックジーナストライデントランチャーの効果発動しちゃうともうテックジーナスしか出せないんで緊急テレポートとかであれできないんですよね。ちょっと後引きダメなんですよ、ね、これがちょっと若干ね、ま、弱いところというかなんですけど、まあいいや。そしてもう一回遊べるドン効果使っておくのは使っておいた方がいいか。貪欲な壺発動。貪欲な壺の効果によって墓地に存在するカードを5枚デッキに下ろしカードを2枚ドローする。来い。ちょっとこれでねスラッシュバスター引くっていうね。あ、抹殺来たのはいいね。抹殺来たのはいい。抹殺来たのはいいのか本当に。ちょっと遅いんじゃないか。もうこんだけ展開したら別にどうでもいいだろう。これ相手ターンにシンクロ召喚する説あるか。いやでもさすがにハレバードキャノン出してえな。これ召喚特殊召喚無効にできるの最強なんで。ちょハレバードキャノンまあでもこれ破壊されたら一応テックジュナスが出てこれるんでシューティングスターの方の、まあ、こいつなんとかするしかない。いけテックジュナスハルバードキャノン。そして蘇生する必要性あんまないかもしれないけど、まあ、一応蘇生しておこう。一応蘇生してテックジュナスシューティングスタードラゴンエクスパンション出しておこう。これで対象に取る効果だったら一応無効にできる。ふんよし、およそ最強盤面テックジーナスハリバードキャノンとテックジーナスシューティングスタードラゴンエクスパンションがいる。これは非常に強い。これでちなみにこのトライデントランチャーのリンク先に存在するモンスターは効果の対象にできない。カードを1枚セット。これで僕は
ターンも終了だな。ターンも終了だ。さあ優勢、来い優勢、君のターンだ。さあどうした優勢。え、おい、何してくれてんだてめえ、何してくれてんだ。俺のテックジャスホルバードギャロンか、バカな。やばい、めっちゃ並んでる。何こいつ、知らねえ、知らねえ。なんだその効果、ラストの効果、その効果なんだよ。バウンスする、やばくね。あ、今向こうすればよかったのか、向こうにすればよかったのか。ちょっと待って、あれあれ、これスルーした、スルーしたの間違ったな。え、これもしかしてもう一回出せる。ちょっと待って、待って、やばいこと起きるかもしれない。うわー、嘘だ嘘だ。何そのカード、何そのカード、わからんわからんわからん。ない、打点高、打点高、知らんカード使うな。やばいやばい、なんだそのリンクモンスター。ちょ、わからん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 。え、嘘でしょ、嘘でしょ。え、怪獣3回、怪獣3回出されるの、マジ嘘でしょこれ、こんなの犯罪だよ、こんなの犯罪で、おかしいよ。やばい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 、おい、なんだ、どうなってんだこれ。嘘だろ、お、嘘だろ。